山陽道や、美学駅カート、一山陽道や、美学駅カートは、兵庫県阿光郡上郡町お父にある、馬屋跡。2006年7月28日、国史跡に指定された。兵庫県の南西部、岡山県境付近に位置する古代山陽道跡と、それに面する灌外石、八丹坪地区とその北東にある、飯坂地区に分かれる。坪地区では、 古代山陽道西側の掘立柱平による区画内に掘立柱建物の正殿と二棟の脇殿をこの字型に配置し、当面部屋には八脚門が開く。飯坂地区では築地による区画内に祖先建物の正殿、後戸の脇殿を整然と配置する。西面築地には山陽道に面して八脚門が開く。古代には関道沿いに 1> 約1 6トルの間隔で中継施設としての馬屋を設置した。山陽道は唯一の王子として最も重視され、駅舎は河原吹白壁の建物として整備されたとされている。八端坪地区と飯坂地区の移行は野間駅間とと考えられ、この地域に大日本国北家経験記などの説話に見える独者伝説に関わるオロチの地名が依存していることも、 それを傍聴する。八端坪地区の掘ったて柱建物群が初期や磨く駅下で、飯坂地区の祖先建物群は、河原武きとして整備された段階の沼駅下であると考えられる。古代山陽道や磨く駅下とは、駅下中枢施設の構造や機能、変遷が明確になるなど、古代国家の交通体系と地方支配体制を具体的に示すものとして、 極めて重要である。ABCDE 文化庁、ありがとうございます。